その時ジャポンプは誰が優勝されました？小松慎吾さん。ああ、小松くんね。でも小松くんもそう、僕と同い年で、はい、当時同い年で、わ、すっげー輝いてるなと思って、はい、っていうのもありましたね。で、1年後に、大会ってことで、そうですね。そこからはなんかだいぶ変わったんですか、トレーニングも？まず足のトレーニング。そこまで足ゼロですか？ゼロです。すごいですね。全くのゼロでしたね。へぇ、はい。僕もトレーニングを始めて、3年間は全くやってなかったんですけど、さすがにでも3年ぐらいですもんね。もう10年ぐらいやってないですね。そうですね、はい。割り切ってましたね。まさか足はこう、あれですか、もともとこうなんか、そんなに太くすることに対するこう、あれですか、あんまり魅力がなかったですか？そうですね。なんかズボン履くから見えないじゃんっていう単純な。まあ確かに僕もそうでしたね。はい、あ、やっぱ上半身は半袖になるんで、夏場は腕とか胸とかですよね、はい、そうですね、なるほど。そこからじゃあ足トレを始めて、はい、そうですね、足トレ始めて、で、あと、まあ、JBBF に出たかったんで、はい、まあ、あの加盟ジム、JBBF、連盟に加盟してるジムに所属っていうので、はいはい、で、CA の体育館から個人ジムに所属して、はいはいはい、で、そうですね、それから1年間やった感じですね。で、2014年14年に、はい、にデビュー出たのが、大会は九州ですか？その時、ですね、大会スケジュールの日程が西日本選手権が一発目だったんですよ。あ、それ大阪のやつだ。大阪じゃないですか？あの時大分ですね、大分県。大分ですか？はい、なんでデビュー戦が西日本選手権でした。あ、そうなんですね、はい、それないでしょ。が4位ですね、4位でしょ、はい。で、その年は他は、で2週間後に福岡、うん、で1週間後九州、はい、で1ヶ月後に九州クラス別。その辺はどんな感じでした？福岡優勝させていただいて。福岡もじゃあいきなり優勝したんですね、はい、そうですね、うん、あと九州優勝と九州クラス別優勝とオーバー優勝。あ、じゃあもう西日本以外は全部優勝した？あ、そうですね、その年は、はい。その時西日本はチャンピオンは、猿山さんですね、大阪の、はい、2位が松尾耕作さんでした。あ、松尾君が、はい、なるほど。そうですね、僕大阪で初めて見たんですよ、大阪の西日本。あ、それはが優勝した時ですか？15年ですか？15年です、はい、6年前か。そうですね、なんか松尾君の応援で行ったんですけど、お、はいはい、もうどう見ても優勝じゃんと思って。あ、本当ですか？もう出てきた瞬間、僕はね。あ、ありがとうございます。で、まあ、でも一応松尾君にはいいところだぞ。あ、でも今泣かないで、気持ちは、気持ちいいよ。はい、言ってました。奥さんも美恵子さんも一緒にいて、いいね、抹茶。まあでも島田選手は優勝だな、ちょっと。いや、すごいインパクトでしたね。あ、ありがとうございます。なんか、どうですかね、あの、前世紀の矢野さん、わかりますか？はいはい、矢野義弘さんの、なんかこう、ちょっと、こう思い浮かばせるような、こうなんかインパクト、リラックスポーズからもうこうすごいこう腹筋のこのバキバキの割れた感じとか、胸の後こうすごいこう強、あのインパクトが強かったですね。リラックスポーズとかから特に前面のポーズやっぱ得意ですよね。あ、そうですね、前は、はい、もうすごいインパクトありましたね。あれと一緒は西日本優勝して、で2015はその西日本1本しか出なくてですね、はい、そこからちょっと休んでました。そうですね、で、16年、17年、まあ、16年はそれから全国行こうと思って、で、まあ、日本クラス別とジャパンオープンを考えてエントリーまでしてたんですけど、肩が怪我してしまって、で、ね、はい、でトレーニング全くできなくなって、はいはい、で、まあ、エントリーしてたんですけど欠場して、あ、そうなんですね、はい、で16年、17年はお休みはしました。じゃあ、3年空いたんですか？ん、2年か、あ、2年ですね、はい、2年空いて2018年にまた復帰っていう感じで、でジャパンオープンは、ジャパンオープン、はい、出て予選落ちで、それどうしたんですか？これ普通に言ったら予選落ちしないですよね。僕もそう思ったんですよ、予選落ち、まあもちろん、まあ行く、まあ、負けるつもりではいかないんで。うん、調子悪かったんですか？いや、まあ、甘かったのは甘かったです。甘かったんですか？はい、でやっぱ2年間空いてて、多分客観的にまず自分の体を見れなかった、うん、あ、なるほど、調整の間に、はいはい、で、まあそのこれはすごい、あの一緒に出た選手失礼なんですけど、うん、一次ピッカーの一次審査の時に、うん、ノーパンプで出たんですよ、
であれって1時あ2時やって決勝じゃないですか、うん、だから今かパンプしたら持たないかなと思って、うん、で何もせずに出てっていうところでは多分差が出たのかなという、うん、まあ1時はさすがに通りましたよね。1時予選は1時で落ちたんですか。そう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 、ピックアップで呼ばれて、そうです、うん、はい。あああのあれですね、ピックアップで落ちたってこと。あそう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 、はい、2時ピックアップ2回やったわけじゃないですよね。あそうですね、あそうですね、はい、なるほど、はい、ああじゃあもう最初のファーストコールの時にパンパンに刺していこうっていう、そうそうなんですよ、はいはい、そしたらボールが入ってた。ああなるほど、はい、そうですよね。もう当然なんですよ今考えれば、名前もないし。ああそうですね、はい。でその言ってしまえばやっぱ常連のベテランの方たちがいるじゃないですか。で僕のバックステージ見てて、なんでみんなそんなにパンプしてんだろうと思ってたんですよ、はい、そう、まあ、通るじゃないですか、はい、この言い方してあれですけど、はい、でも今ここで全力出すのかなみたいな感じだったんですけど、はいはい、その時はそうですね。で今考えればやっぱり予選でもステージに出た瞬間から審査員の方たち見てるんで、うん、そうですね、ですよね。でそのインパクトをつけられなかったの、うん、やっぱり理想はいきなり出た時のインパクトをそのまま、そうですね、比較審査の時もうんキープできると一番いいですけどね。そうですね、うん、なるほど。じゃあそういうちょっと失敗もあって、はい、そうですね。なるほど。 で次の年、あでその時ジャパンオープン2018年に出て、で1週間後に日本クラス別だったんですよ、はい、で日本クラス別もう75キロでエントリーしてて、でそうジャパンオープン予選落ちたことがすっごいショックで、はい、あもう通用しないのかなって思ったんですよね。その今まで地方大会でやってきて、今年から全国ってなった、うんうん、でまあ自分はその鈴木雅史を見た時にそのステージに立ちたいって思ったのが日本選手権のステージに立ちたいと思ったんですよね。で今ジャパンオープンのその予選で落ちてるぐらいだったら日本選手権の決勝なんてもう絶対無理じゃんっていう自分の中で、でもあダメなのかなと思ってて、でも来週日本クラス別エントリーしてるしどうしようかなって思いながら落ち込んでたんですけど、まあ、その時周りの仲間が支えてくれて、で1.3 キロぐらい絞ったんですよ1週間で。1週間で、はい、で大会出てバックステージで、あの郷選手が、郷直樹選手が1週間で質感めちゃくちゃ変わったねって言ってくださって、でやっぱり絞らないとダメなんだっていう。1週間で 1.3 もでもすごいですね。もう何やったんですか。月曜、まあ、日曜日大会だったんですけど、うん、あのジャパンオープンが、はいはい、で月曜日福岡戻ってきて、はい、もうそこからゼロカーボで、あゼロカーボで仕事した、はい、で金曜日までカーボゼロだったんですよ、うん、で金曜日の夜から土曜日にかけてカーボ入れて、はいはいはい、で日曜日また抜いて大会当日っていう感じで、はいはい、でその時有酸素も入れて、自分まで有酸素入れたことなかったんですけど有酸素入れて、あとトレーニング毎日1週間やって、はいはいっていう感じで過ごして、なるほど、ね、まあ、短期間だったんで良かったかもしれない、まあ、そうですね、1週間だけだったんで、はい、多分もう1週間ぐらい続くと逆にちょっと削れていっちゃうかな、そうですね、うん、なるほどね、じゃあ1週間でミラクルが起きて、それで、クラス別はでもサインでした。あサインです、はい、まあでも、うん、あれですね、まあ、前回の予想順に比べたらみたいな感じかな、うん、そうですね。で、日本選手権はそのまま出て10月、はい、日本選手権は2時と落ちたんですけど、はいはいはい、それが初めての日本選手権ですね、2018年が。まあ、でももう大会今聞いてるとほとんど全部言えるぐらいの数しかまだ出てないですもんね、はいはい、だから18年ちょっと3年前ですからね、3年前です、去年実質大会ないんで、うん、まあ、本当に2年前みたいな感じなんですよね。あそうですね、はい、で2019年がいよいよ、そうですね、はい、クラス別クラス別優勝しました。そうですね、75キロ級優勝させていただいて、でジャパンオープンももうリベンジの年だと思って、はいはいはい、でそれも優勝させていただいて、はいはい、で日本選手権、日本選手権が11位です、はい、すごいですね、結果。まあどうですか、自分の中ではこう、うん、順調ですか。まあどう、そうですね、まあ勉強には2018年で勉強にはなったんですけど、まあ、あのまま駆け上がりたかったかなっていう思いは、なんかその2013年のジャパンオープンで鈴木雅史さんを見た時に5年で日本選手権のファイナリストに残ろう、
っていう計画を立てたんですよね、うん、でも自分の中でちょっと逃げなんですけど16年と17年出てないんで、まあそれを外せば14、15、18、19、うん、でまあ4年間、はい、で結局4年目でファイナリスト残れて、うん、まあ言ったら今年勝負の年かなっていう感じはありますね、うんうん、という感じで、まあはい、日本の、ファイナリストへまでの道という感じですかね、はい、そうですね、はい。